はい、どうも皆さんこんにちは、かげまるです。今日からこちらのゲーム、黒の棺桶実況プレイやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、フリーゲームとなっております。 HB 小評価店様制作の、探索アドベンチャーゲームとなっております。ホラー要素がね、あるのかどうかはちょっとわからないんだけど、グロテスクとか暴力表現はあるみたいなので、そういうのが苦手な方はね、視聴をご控えした方がいいと思います。やっていきましょう。早速ニューゲームからスタート。学校のチャイム。お、授業も終わったし、図書館に寄って帰ろう。ヤギハちゃん。あ、かわいい。主人公かな。持ち物、なし。記録ある。記録しとこう。オッケー。とりあえずじゃあ、進んでいこうか。これは、街だね、完全にね。セミが鳴いてる。夏ですね。季節にぴったり。あ、でも、そうだね。今プレイしてる時期はもうすぐ、あれだね、梅雨が明けるぐらいかな。帽子かぶってくるの忘れた。あ、じゃあ私が取ってきましょうか。入れない。そもそもここが家かどうかもわからないと。てか急にこう街に放り出されたけど、図書館に行けばいいんだよね、とりあえずは。にゃあ、かわいい。ごめん小町、今日は何も持ってないんだ。また明日ね。あ、いるよね、こういうなんかコンビニの前になんか住み着く猫とかね。入れないか。とりあえずは進んでいくか。お、お姉さん。あ、いい天気だね。確かに。さあ、なんて書いてあるの、これ全然読めねえ。なんとか図書館。書いてあった。英月ライブラリー。英月図書館。あ、ここか図書館。じゃあ入りましょう。席に座ろう。おー、いい雰囲気。図書館って感じするね。本が種類別に並べられている。ちょっと話しかけていくか。よいしょ。あれ話しかけらんね。あれ話しかけらんね。あ、話しかけられ。あれ話しかけらんね。あ、話しかけられた。なんだなんだ今の。検索機がないから借りたい本は自力で探すしかないな。検索機ね。ないとこたまにあるよね。こんにちは。こんにちは。あ、終わりか。会話終了しちゃったよ。これでもないし、これでもないし。あー、そっか、検査機がないから探すのが大変なのか。あれ ?2階だったかな。これが2階か。よいしょ。いいね、この、ゆるい段差いいね。よいしょ。あれ、この本どこにあったっけ。学生さんだね。うわ、また借りられちゃってる。あー、あるあるだね。なんか借りたい本だけどうしてもなんか借りられてるとかよくあるな。ぐー、寝てる。あ、寝てる。同じことを先に言ってしまった。あ、なるほど、そういうことか。勉強中かな。いいですね、この雰囲気。好きだな、こういうなんかゆったりとした雰囲気。光ってる。席に座る、まだ座らない。あ、じゃあ座ろう。スワローズ。さて、今日はどこまで書けるかな。何かを書いてるんだね。作文かな。そろそろ閉館時間だ。帰らないと。おう、しょ、ん?うわ、暗くなった。何?停電?あれ?人がいなくなってる。気味が悪い。出口へ向かおう。あ、今自動で動いてる。ん?どこへ行くんだ?何の声?あ、ん?黒いもやが。あ、手になった。何あれ?手?逃げないと。お、逃げ芸か?そうっぽい。あぶぶぶぶ、あぶね。そうっぽいな。よし、逃げておこう。まあ、でもこうやって避けるっていうね。完璧でしょ。おぶしょ、嘘。待って。どうしよう。こう上から行こう。あぶね。ギリギリだな。よし。オッケー。お、あ、なんか落とした。しまった。あれは私の大事な作品。おいで逃げるわけには。作品?お、ヤギ。さあ、おとなしく私たちの仲間に。どうしたら?ヤギになった手が。お!誰だ?本から人が出てきた。おお、ここまで完成しているとは、ますます取り込まなくては。あ、かっこいい。失せろ。目障りだ。おお、かっこいい。おお、かっこいい。何?誰?
大丈夫ですか？誰？え、うん。それは良かったです。ねえ、あなたってもしかして、黒だよね？知ってんの？そうですね。私は正真正銘、あなたの書いた小説の黒ですよ。小説書いてたのか、さっきのは。なんてことはどういうこと？小説の登場人物が出てきたってことか。何その夢のような展開。やっぱり、でもなんで？さて、どうしてでしょう。ま、言えるとすればここは、元いた世界とは違うってことですかね。どういうこと？それで出てこれたの？原因はそうですね。あなたはあの黒い、仮に影と呼ぶことにしましょう。影に連れてこられたんですか？連れてこられた？わからないけど、停電になったと思ったら周りに人がいなくなってて。うん。どうやら連れてこられたようですね。きっと狙いは私です。なんで？え？どうも見たところ、あの影は未完成のまま終わった本の念の塊のようです。本の念の塊。そして、私が出てきているということを踏まえて考えると、おそらくここはいわば元いた世界、人間界と本の世界の間といったところでしょうか。なるほど。わからん。なるほどね。ってことで、じゃあさっきの手みたいな、ヤギみたいなやつに、本と人間の世界の間に連れてこられたと。今同じこと言っただけだね。まとめられてないけど、そういうことなのね。だから人間の私も話の中の黒も存在できてるんだ。連れてこられたってそういうこと。理解力が半端ねえ。連れてこられた理由は大方、完成できるかもしれない私をいつも羨んでいて、仲間に引き入れようとした。それで私を持っているあなたまで一緒に連れてこられたといったところですかね。なるほど。黒が欲しいわけだ、相手は。ああ、このセリフはそういう意味だったと。なるほどね。あれはそういうことだったんだ。すごいな。順能力がすごい。順能力極ぶり。そんなことが、信じがたいけど、事実起こっていることだし、状況を飲み込めよう。すごいな。そうですね。こんなことが起きるとは、私も驚きです。いや、クロウさんはもっと驚いていいと思うんだけどね。自分が本から出てることをもっと驚くべきだと思うんだけど。それにしても黒、やけに詳しいね。この世界のことだってすぐに分かったみたいだし。あ、確かに。何度か出てきてんのかな？それは、私も未完成だからです。まあ簡単に言うと、似た者同士といったところですか。だからここの世界の仕組みも、なんとなく分かります。なるほど。あ、そういうこと。そっか、私、人間の私には分からなくて当然の世界か。ふん。やっぱ本には本の世界があるんだね。そうです、世界。それで行きましょう。何？ザ・ワールド？ここは未完成の世界。本の世界へ入れば、なんとかなるかもしれません。ほう。どういうこと？未完成の作品は、完成した作品にはかなわないんですよ。へぇ。あ、まあ、そうか。そりゃそうか。そんな感じか、確かに。ですから、ここの本棚から完成されてる本を探し出して、その本の力を借りて、この世界に穴を開けてやりましょう。なるほど。そうすれば、元の世界へ帰れるかもしれません。なるほど。やってみる価値はありそうだね。まあ、まだ私の推測に過ぎませんが。そうだね。そういえばあなた、名前は何て言うんですか？私の名前、知らないの？あなた証明してないでしょ。あはは、作文とか、それこそ作文とかでもよくあるね。あ、そういえばしてない。そっか、作った人の名前をね、書かないと。あの、最初の行の次の行の下から一個開けて、こう、名前と名字の間を開けるってのやってたね。懐かしいね。作文書いてたな。作文なんかでも、中学入学以来から書いてないかもしれないわ。ごめん、私の名前は、ヤギ派。ヤギ派ってよく考えたら、さっきの、黒いのヤギだったよね。関係ありそうですね。ヤギ派。そうですか。私の神様の名前ですね。覚えておきます。まあ、確かに創造主だからね。そんな神様って。では先生で。先生？すごいな。デビュー前から先生。私、影の仲間になるなんてまっぴらごめんです。早く本を探しましょう、先生。
なるほど、完成した本の力を借りに行くわけだね。お、早速光ってるじゃない。あ、セーブしとこう。あ、待って、増えてる。黒、かっこいいな。この、なんていうの、この、コート。かっこいいですね、それ。持ち物は特にないと。なるほどね。じゃ、とりあえず光ってるとこ探していこうか。この本は、向こうの棚にあるはずなのに。うん、あ、すごいね。場所覚えてるんだ、というか。さすが、まあ、ザ・文学少女って感じだもんな。おや、おかしいですか？相当私たちの邪魔をしたいようですね。ってことはもう本、完成した本の、何、その、力を借りることも、相手にはバレてるのでは？まあ、とりあえず、あ、光ってるとこ探していけばいいのかな？この絵本懐かしいな。悪い人は、魔女に魔法で家具に変えられちゃうんだよね。家具に？すごいな、それ。話聞いたことないな。実在するのかな？それは恐ろしいですね。たくさん人口が減りそうです。現実的な心配。そういう話じゃないんだけどな。さあ。あ、待って。これ本が残ってるね。これは、調べられないか。うん。上かな、じゃあ。あたたたたた。この本面白いんだよね。そうなんですか？先生、この世界で生き残れる自信、あります？全然。それは難しそうだ。さあ、あ、もう一個光ってる。ちょっと待って。今夜のパーティー。この本は？ダメ？いや、本は別にいいんですが、簡単にはいかないなと思いまして。え、それってどういう？私、本の世界へ行ってその本の力を借りるって言いましたよね。うんうん。うん、言ってた。本来なら、本の中の住人にお願いすればいいんですけど、思ったより影の力が大きいようです。本の中まで侵食してるみたいですね。なるほど。これでは力を借りられない可能性が高いです。つまり、妨害されるってことか。そんな、どうにかならないの？そうですね。まだお願いできない可能性が全くないというわけでも、まだお願いできない可能性が全くない。まあまあ、なるほどね。本の中に入らない限り、黒にもどうなってるのかわからないんだね。尺ですが、そういうことです。どうしましょうか。本が影に支配されてる以上、行けば中で何が起こるかわかりませんし。いやでも行くしかないんじゃないかな。それでも、一度本の中に入ってみるのが一番良さそう。何もしないよりはね。そうですね。ここで考えていてもわかりませんし、とりあえず行ってみましょうか。自分で言っといてなんだけど、本当に行くの？死んだらそれまでの命なのかもしれません。あ、知れませんよ。形あるものの定めです。怖いこと言うな。不安だ。お。ねえ、これは。あ、動けるのか。あ、セーブしとこう。さあ。行きますか？行こう。それでは、行きましょうか。どうやって行くの？簡単です。本の表紙を3回ノックするんですよ。そんな、家のドアみたいな。ドアなの？あ、同じこと言っちゃった。どの世界も、人の部屋に勝手に入ってはいけないでしょ？部屋じゃないよね。明らかに世界って思うと、かなり大規模なものだけど。そっか。部屋かな？じゃあやってみましょう。ね、先生。私なんだね。これくらいできないと困ります。わかったよ。この関係性いいな。お、結構躊躇なくいったね。おお、森の中。無事着いたみたいですね。すごい。本当に来れたんだ。やっぱ本が好きな人としては本の中に入るなんて相当、もう心躍るでしょ。俺もやっぱね、小説とかよく読むので、最近はちょっとあんまりね、勉強で読めてないんだけどさ。やっぱね、ちょっと溜まってるのありますよ。最近ね、一番最後に読んだのがね、日だまりの彼女っていう小説なんですけど、映画化もされてるんですけど、映画まだ見れてなくてっていう話はちょっと置いとこうね。ごめんね、全然関係ない話したわ。やります。とりあえず、日だまりの彼女めっちゃ泣けました。そういえば、ここはどういう話の世界なんですか？ここは伯爵夫人が毎晩パーティーを開いている話、パーティーを開いてる話の世界。伯爵夫人はパーティーが好きで、毎晩違う人を招待してたんだ。お。綺麗なイラスト。だけど、そんなある日の晩、一人の男が伯爵夫人に、このパーティーには肉はないんですか？と尋ねて聞いてきたんだ。
すごい、なんか急にヤギハちゃんが語り口調になったね。伯爵夫人は草が好きだったから、肉なんて屋敷のどこにもなくて、料理もサラダばっかりだったそうよ。あ、そうだよ。それで結局男は伯爵夫人を食べてしまう。伯爵夫人を食べてしまう。それはそういう意味で。じゃあごめんなさい、カニバ的な意味でか。ちょっと怖いなそれ。そして今は静かになったパーティー会場だけが残されている。え、なんでそんな本を選んじゃったんだよ。もっと平和なの選ぼうよ。こんな話かな。これは用心しないと痛い目を見るという話を書いた話な、ということを書いた話なんだよ。なるほど、教訓的な本なんだね。先生、趣味悪いんですか？なんてこと言うの。この関係性好きだな。まあいいでしょう。もし男に会ってしまったら、先生はきっと食べられてしまうんでしょうね。え、襲ってくること前提なの？噛んじゃった。さあ、とりあえず会いに行ってみましょうよ。会いに行くんだ。え、行くの？ですが、このまま立っていても時間が過ぎる一方ですし、それに結構話が通じる方、通じる方ね。うん、通じる方で力貸してくれるかもしれませんよ。それもそうだね。それではどこから行きましょうか。わからないけど、とりあえず話に出てきたパーティー会場を探してみる。他に行くところも思い当たらないし。わかりました。ではパーティー会場を探しましょう。うん、なるほど、第一の本の世界だね。なんだこれ。何これ、落とし戸。どこに繋がっているんでしょうか。鍵がかかってる。開きそうにないね。落とし戸か。なんでこんなとこにあんだ。ちょっとセーブしよう。よいしょ。もうちょっとやりましょうか。とりあえず道なりに進んでいこうかな。あ、こういうなんか、それる道怪しいって思ったけど、全然そんなことなかった。先に進みましょう。ん、看板があるね。縦看板。この先パーティー会場。道がないけど。なるほど。簡単には進めさせてもらえないようですね。これが影の仕業？困ったね。仕方ありません。他の道から行けないか探してみましょう。ふん、こっちは行けないのか。困ったね。とりあえずじゃあ右空いてるから行こうか。でも結構一本道じゃない？こっちとか繋がってないよね。繋がってないか。とりあえず一本道進んでいこうか。あ、なんか光ってる。行き止まり。おや、困りましたね。見えないだけで、どこかに道があったりしないかな。ふん、なるほど。どこかにあっても良さそうですね。なるほど。まあ、明らかに光ってるから、とりあえずこれを。なんか光ってる。あれ、鍵じゃないですか？あ、ほんとだ。この池、結構深そうですね。枝で取れそうもないですし、水を抜ければいいんですが。いや、もう池じゃん。池の水は抜けんわ。え、ね、抜くの？もしかして。枝で取れれば苦労しないか。枝とか探しとく、とりあえずじゃあ。でもそうか、こういうとこだと通れんじゃね、実は。ダメか。でもなんか、そういう感じじゃないの今の。見えないところ通れるみたいなこと。あ、あー、やったー、やっぱり。すごい。本当にあった。なかなか巧妙に隠してやりましたね。おや、先生。また縦看板がありますよ。あ、縦札がありますよ。そうか、縦札っていうか。なんだろう。また何か書いてある。池の水について。うわぁ、タイムリー。池の水は貯水しているものである。あ、なんだ、そうなんだ。水が何らかの理由で汚染された時、あ、汚染されたと、抜かなければならない場合は、この先にある小屋の中のバルブを回すこと。バルブを回せば水が抜けるってこと？まあ、大まかに言えばそのようなことが書いてありますね。そんな簡単に回せるようにしてあるかな。さあ、どうでしょう。とりあえず、一度小屋に行ってみませんか。百聞は一見にしかず、案外簡単に水を抜くことができるかもしれませんよ。それもそうだね。いや、どうだろうな。影が邪魔するんじゃないの、やっぱり。めっちゃ広いな。静か、この BGM いいな。小屋、うわ、結構汚い。一斗缶が置かれている。開かない。やっぱり簡単に回せるようにはなってなかったな。きっと、扉が開く条件を満たしていないのでしょう。どうもこの小屋、鍵で開く仕組みではなさそうです。お、からくり屋敷か？条件。あ、もしかして。
もしかして確か看板に?なんだっけ?看板に?なんか書いてあったっけ?見よう。ふん。ふん。あ、汚染された時か。汚染しちゃう?水質汚染しちゃう?あ、なんかいろいろある。土ならたくさんあるんだけどな。土を手に入れた。あ、土手に入れたね。え、何今の黒さんの。黒さんなのか黒くんなのかわかんないけど、まあ、黒でいいか。何今の黒のちょっとその、なんとも言えない笑顔は。何この人土、ポケットにしまってんのみたいな感じかな。石か。あ、石も手に入れた。ほら、絶対そうだよ。私の創造主、やべえやつだ。みたいな感じに思ってるよ、多分。とりあえずこれ汚染してみる?えい。あ。先生、真面目に考えました?あんまり。大丈夫かな?石も投げとこうぜ。先生、水切り下手ですね。あ、やっぱやると思ったよ、水切り。別に水切りをしたわけじゃないんだけど、あ、違ったのか。冗談です。先生があまりにも真面目に考えていないので。これじゃダメなの?汚染したよ?十分汚染したんじゃない?これ。これ、一旦戻ったらなんかあったりするかな?でも特に光ってるものはないのかな。とりあえずこれで行ってみようか、一回。これで開いてたらラッキーだけどね。ダメか。あ、一斗缶。空か。こっちは?ないか。一斗缶空じゃなかったらな。あ、これ後ろとかなんかないの?こういう、なんかこういう抜け道とかないの?あ、これは一斗缶。あ、菜種油って書いてある。なるほど、後ろの一斗缶か。いいものが見つかりましたね。うん。なるほどね、そういうことか。結構な量が入っている。これだわ。なるほどね。よいしょ、菜種油を入れましょう。トクトクトクと。これは汚染されますよ。これで開いてくれるといいんだけど。さあ。でも油、菜種油。まあ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 。油入れたらさすがにね、汚染になるんじゃないか。うお!え?なにこれ?これは。早く行こう。なにこれ、どういうこと?え、これどういうこと?あ、なるほど、抜け道探しつつ行けってことか。まあでも多分この、この十字があるとこ、あ、違ったわ。あ、こういうことか。うん、待って。あ、この道がなんか残されてるところでしょ。多分ね。あんま関係なかったみたい。あんま関係なかったみたいだね。よし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 。オッケー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 。お、開いてる。よかった。バルブを回さないと。よし、記録しておこう。いいね。ただ、回す前にこういうとこ調べとく。難しそうな本。そうか。文化し、あ、なんか待って待って待って、ここなんか床あれじゃない?床あれじゃないと思うんだけど、あ、これ絶対窓の光だわ。ははは。回しましょう。よし、回すぞ。硬いか?う、回らない。先生。ペンばかり持ってるからじゃありませんか?お前、先生がペン持ってなかったら生み出されてないんだからな。そんなことはないと思うけど、仕方ありませんね。私が回しましょう。お。嘘でしょ?先生。私もペンばかり持っていたようです。ペンばかり持ってるだけが、非力の原因ではない。回らなかったんだね。男らしくねえなぁ。どうすんのこれ。これどうすんのこれ。回んないんでしょ?油。ん?なんで今の音?ああ、ドアの音か。びっくりした。一斗缶で回んねえこれ。だ、それこそこの辺とか。なんかねえかな。ねえ。なんもないか。困ったな。バルブが回せないってことか。なんかあるといいんだけど。ああ、そうだった。そうでした、そうでした。よいしょ。どうしようかな。とりあえずいろいろ探してみるか。あ、あ、一斗缶まだ残ってるのか。まだ少し残ってる。オッケー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 。これでしょ。やっぱりあれでしょ。油で回せるでしょ。この菜種油で、バルブの周りが良くなるかもしれない。もう一回回してみよう。う。お。あ、回った。これで。また迷路に戻らないといけないんですね。そうだね。よし、これででも、間でしょう。
なるほど。ちょっと一旦もう一回行っちゃったからさ。あれ、メールがなくなってる。ん？まああれなんだけどね。おびっくりした。わあ、びっくりした。今ちょうどさ、アイテムちょっと、もうカットした部分の説明しようとしてんじゃん。今ちょっと急に驚かすのやめて。め。今ね、ちょっとこの一等間があるの気づかなくてさ、ずっとこっち探してたから、結果的にまあ迷路は何度も通ってるんだけど。さあ、あ、水が抜けてるじゃない。やれやれ。無事水が抜けてよかったですね。錆びついた鍵を手に入れた。さて、といったところでじゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。多分この錆びついた鍵はあの例の落とし戸に使うんじゃないかなと思います。ということで今回はこの辺でいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。まあ、完全にね、今のところはホラーの要素はちょっと少なめなんですけれども、またちょっと怖い雰囲気が漂ってて、いつ何が出てくるかわからない。ちょっと最後のカラスがちょっと普通にビビっちゃったんだけど、今回はこの辺で、また次回もお楽しみということで、バイバーイ。